塁で長野、松永さんは今の阿部慎之助のバッティングいかがですか。僕はですね、ストライク目のボールですかね、ちょっとこう強引に向きになって打ちに行ったんですけど、はい、最後はやはり全部のボールに対応するっていうような感じの待ち方に変えましたよね。あ、だからあの一打が、ね、まあ、そんなところが良かったんですけど、あれおそらくフォークボールですよね。そうですか、はい、強引に行っていたらおそらく空振りしてたと思うんですよね、はい。ちょっと力が入っています。阿部選手のすごいところは、ね、ホームランも30本以上打てる、そして3割以上打てるわけですよね、何よりもそのチャンスのバッティングというのは一球一球いろいろ変えてきますよね、はい。まあ、そこが素晴らしいなと思いますね。ダブルプレーがあってそれを払拭しようと思って臨んだという先ほどの長野のホームラン。これで試合がひっくり返りました。ただその後井端の懸命な全力疾走で1点差、しかしジャイアンツが再び突き放して4対2。井端が打てば阿部が打ちました。2-2。お盆休みの週末の東京ドーム、44,412人、もう立水の余地もありません。一塁間破った、二塁ランナーは三塁ベース止めます。平田の強肩、ツーアウト満塁。この後はロペス、三塁側のドラゴンズサイドどうでしょうか。今中ピッチングコーチの姿、画面の左、右ピッチャーのリリーフいますが、この高橋の、立浪さん、その信頼もあるというところでしょうね。まあそうですね。